はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015松井裕樹サムライ道パート6ですかね、やっていきたいと思います。でね、前回まででこういう成績です。今のところはね、まあセーブ数が12、リーグトップ、試合数も3位ということで、まあ、今回まで頑張っていきたいと思います。それでね、1試合までカットしたいと思います。はい、今日の最初の登板は3点差ソフトバンク戦、やっていきましょう。4試合ぐらい登板がなかったんじゃないですかね。まあね、これ新しいキャプチャーボード買ったんですけどね、若干音ずれしてるような気がするんですけど、本当に若干この何ミットにかかる音が少し 0.5 秒ぐらい遅れてる気がするんですよね。それってどうにかしたら治らないんですかね。僕本当機械音痴なんでね、もし知ってくれる方がね、知ってる方がいたら教えてほしいんですけどね。危ねえ、あのボールで。さあやっていきますよ。ここにストレート、ボールか、スラーブいけるんじゃね。よし、打ち取ったよ。1塁そのまま入って、オッケー、いい感じね。バッターボックスは7番本田。まあ3点差あるんでね、まあそんなに焦らないでね、1点でも多く、1点でも多くというか1球でもね、慎重にねやることが大事じゃないかなと思いますね。どう攻略するかですよね。音ずれが気になってしょうがないんですけどね、なんか若干ずれてるんですよね。なんなんでしょう、別にその編集する前で若干ずれてるんでね、故障かなとか思いながらね、編集したことならばなんとなくわからんこともないんですけどね。よし、 OK、 いいね、すごくいい感じ。さあ打つよ、打たないけどね、細川は死んでもらいましょう。おっと危ない。まあできればここで切っときたいですよね。スラブ、ナイスボール。ちょっと手が出ないでしょうね。今日はお休みですよね、月曜日ですね、交流戦6月1日ね、今6月1日なんですけど、今のはバッターよく見ましたよね。まあ阪神見てたんですけど、交流戦の序盤は4勝2敗まあぼちぼちってたところですかね。やばい、うわ危ない。さあこれチェンジ、西武に2連敗したのはちょっと痛かったですね。どっちか勝ってほしかったかな、初戦勝っただけにね。ちょっともったいないなとか思いながらね。さ、内角、よーし抑えたよ。 OK、 試合終了になりました。めちゃめちゃいい感じですね。ふう、結構やっぱり精神的に疲れますねこれね、本当にコントロールがいいピッチャーならね、ズバズバいけるんでしょうけど、コントロールはあまりよろしくないんでね、そこをいかにどうやっていくかっていうのがね、まあ楽しかったりしますよね。さ、OK、 お、22アウト連続無失点、ものすごくいい感じでは来てますね。よしよしよし、もう巨人がすごいですね。ちょっと最近楽天が若干負けつつあるんでね、頑張ってほしいなと思いますね。松井裕樹は、2位、抑えでは2位ですか。まあそんなもんですよね。まあこれから頑張っていきましょう。じゃあね、2試合目までカットしたいと思います。はい、2試合目の登板は次の日でしたね。頑張っていきましょう。さあ今のところは負けなし、防御率 1.20、 ものすごくいい感じで来てますね。何も言うことがないかな。よし、 T 岡田からか、スライダーが苦手ってことは存分に使っていきましょう。いい成績ですね、2割9分11本。ボールか、ストライクって言ってほしかったな初球。いきますよ。あっ、変化球狙いやったかな。
さスラーブインコースかな。あ、うお、危ない危ない、ちょっと甘く入りましたね、危なかった。さあストレート、よし、そこのそこの狭い隙間を狙っていきますか。すごいですね。バントか違うか、ストレート、よし、お危ない、よしじゃない、全然サイクルチェンジ取ってくれる、全然取ってくれへん、やべえやべえ、二三塁はやべえ、畳みかけてくるのがねパーフェクトとか、うん、スピリッツなんでね、ここ大事。ボールかスラブ、ストレート、ナイスボール、サークルチェンジ、いやーマジか、取れないか今のも、これは厄介やな。どう抑えよう、ストレート、ナイスボール、スライダー、よし、サークルチェンジ、OK、とりあえずワンアウト、スライダー、よし、無球スライダー、チェンジアップ、よし、高めにストレート、で低めにチェンジアップ、 OK、 いいよ調子いい感じ。さあ足立をなんとか抑えましょう、スライダー、よし、サークルチェンジ、うわーやられた、うまいこと打たれましたね、変えられちゃうかな、変えられない。じゃあここはしっかり打ち取って、2点も取られた、これ監督の信頼がってやつですね。 OK、 スラブ、まあラッキー、よかった勝ってくれましたね、これ勝ち投しちゃいます。まさかの勝ち投しちゃいます、救援勝利、もうラッキーとしか言いようがないですね。うん、まあ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 。いやでもあの足立抑えたかったな正直。なんて力投見ろって、力投ではなかったですけどね。いや足立抑えたかったな。坂口平野を三振取ったのは良かったんですけどね。まあしゃあないか。じゃあね、3試合目まで、あ、違う、2試合目か、2試合目まで。え、3試合目か、ん、今僕何試合取りましたっけ、多分2試合目やと思いますけど、2試合目までカットしたいと思います。はい、2試合目って言ってましたけど3試合目でしたね。なんかわけわからんくなってましたね、結構間が空いちゃってたんでね。さあ3試合目やっていきますよ。まあ、前回は運よく勝ち投手で、今回はちゃんとホールドをもらえるように頑張りましょう。どうしても今日のゲームを取りたいということなんでしょうね。ここはしっかりゼロで抑えてもらいたいですね。ゼロで抑えたい。でも前回やられましたからね、ほんまに。ボールになります。ボール先行です。審判取ってほしいな。あれはあそこ取るときと取らないときは何の差なんでしょうね。やられたあかん、松井くん半端じゃないぐらいやられてる。スピリッツなったんかな、見てみよう、見てみましょうか。さあそんな気がする、気のせいかな、なってない、自分の能力を押してるだけや。ここはしっかりしないとね。よし、これは負け投手濃厚ですね。
まあ楽天ね、松井くんが投げるとなんか知らないですけどめちゃめちゃ点取ってくれるんでね、まあそれにちょっと期待しながら、うん、頑張っていきましょう。ナイスボー、今のはいいね。さあ行くよ。 OK、 ナイスボー。どっち狙ってるんやろ、振ってこないから分からへんな。外側にストレート、うん、全然それでいい。で、外側に内外、外内外外、あ、OK、ナイス。藤田はショートよりセカンドでしょう。うん、まあいいか。うわ、西野くん肩出来上がってるよ。打てる気しねえ。西野くんとかほんまに打てる気しないですよね。うん、もうほんと失投はやめよう。失投はね、スライダー、 OK。 さあ外にストレート。サブローもね、結構ベテランやけど頑張ってますよね。ケナイスボール。さあ、インコースにサークルチェンジ。これでしまいやろ。どうだ、あんまり投げてない。これ D カーブ。効くんじゃない、効いてくれることを期待しよう。見送っています。へぇ、振らないか。おってなったと思うんですけどね、多分ね。よし、オッケー、最後のまっすぐは良かった。うん、球威があったよ。いやー、点取れないでしょうね。綺麗にやられた。くそーくそ、負け投手か。やられちゃいましたね。うん、一勝一敗か。まあ、今回は全部ついたって感じですね。前のあれは完全に失投でしたね。やられちゃったな。まあしょうがないですね。次回から頑張っていきましょう。うん。ふう。じゃあね、今回はこれぐらいにして、また次回やっていきたいと思います。うん。まあ5月18日でパート6まで来たんかな。うん。まだまだ長く続きそうですけど、頑張っていきたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それではね、そうすけでした。さようなら。